こんにちは、ワクワクナイスのカッツです。今日はね、右足骨折してから1月ぐらいからずっとやってるんけど、着地前がって俺結構何でもできるっていうことに気がついたんで、今日はホッピングと立ち幅というをね紹介していきたいと思います。来ました。いつも通りの練習風景を見せようと思います。ホッピングしましょう。今これ何メートル10になった風や。なんか必要ない。終わります。ほな。本日はありがとうございました。